今日は3件ございます。まず、新たな地域スポーツ文化芸術の創造と部活動改革の実行に向け、今後の方向性等を検討するため、先日5日の月曜日に地域スポーツ文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議を設置いたしました。部活動改革については、現在令和5年度から令和7年度を改革推進機関として、地域の実情に応じた部活動の地域連携、地域移行の取り組みを支援しておりますが、少子化が進む中でも子どもたちが将来にわたって継続的にスポーツ文化芸術活動に親しむ機会を確保することは、改革期間以降においても引き続き重要であると考えております。このため、今回の実行会議では、これまでの取り組みの成果や課題、地方自治体の状況等も踏まえた上で、その解決策や令和8年度以降の支援方策等についてご検討いただき、来年春ごろをめどに一定の方向性を取りまとめていただきたいと考えております。2件目です。一昨日6日の火曜日に国立映画アーカイブを視察してまいりました。神奈川県相模原市にある相模原分館では、映画フィルムの保存等を視察するとともに、映画やアニメのフィルム等の収集保存について意見交換を行いました。また、京橋の本館では映写室や企画展等を視察し、日本映画の普及や資料の活用などについて意見交換を行いました。今回の視察や意見交換等を踏まえて、映画の振興に向けて関係施策の充実に取り組んでまいります。最後、3件目です。昨日7日、兵庫県同作府に出張いたしました。まず、阪神甲子園球場で開催されました、今されていますですね、ごめんなさい、第106回全国高等学校野球選手権大会の開会式に出席し、祝辞を述べました。本大会は高校球児にとって夢の舞台です。甲子園のグラウンドに立つ高校球児の堂々とした姿が印象的でした。誕生からちょうど100周年となる甲子園球場において、今年も多くのドラマが生まれることを期待しています。次に、大阪府吹田市にある国立民族学博物館で、世界各地の民族に関する資料の展示を拝見するとともに、館長らと文化人類学、民族学の研究の取り組み状況や課題等について意見交換を行いました。また、大阪市立東洋陶磁美術館では、国宝である湯滴天目茶碗をはじめ、日中韓を中心とするアジアの陶磁器で構成された世界有数のコレクションを拝見し、展示の工夫や運営等について伺いました。今回の出張を通じて得られたことを踏まえ、引き続き関連施策の充実にしっかり取り組みます。以上です。ありがとうございます。まず、幹事社から質問させていただきます。昨日、日本私立大学連盟が新たな公財政支援の在り方について提言をしたんですけども、この中に、国立大に対して授業料の上限撤廃を上限規制を撤廃して、収入増による国際協力競争力を強化すべきといった内容が盛り込まれたんですけども、この提言については、大臣はどのようにお考えですか。はい、昨日、日本私立大学連盟が今の趣旨のご指摘があった、提言があった、そしてその中で国立大学の授業料について指摘されているということは承知しております。国立大学の授業料については、国立大学法人に自主性、自立性を持たせながらも、教育の機会均衡や計画的な人材養成を実現する観点から、適正な水準を確保するため、国が標準額を示しつつ、その 120% を上限として各法人が個別に設定する仕組みとしております。その上で、現在文部科学省におきましては、国立大学法人等の機能強化に向けた検討会を開催し、ご指摘の質の高い教育の実施や国際競争力を強化し、高度専門人材を育成することや、教育にかかる費用負担の観点も含め、国立大学法人等が全体としてその機能を強化していくための対応策等についてご議論をしていただいているところでございます。その状況を踏まえながら、引き続き必要な改革支援に取り組みたいと考えます。以上です。ありがとうございます。次第での提言からでもう一問、はい、教育国債の創設についても、盛り込まれてまして、機関補助とか個人補助に
再配分すべきといった内容だったんですけれども、大臣としては教育国債について、まあ、実現性などと現状を考えられたでしょうか。はい、そういうアイデアがあることは私どももまあ承知をしております、まあ、そういうことをおっしゃる方はこの今の次第連だけではなくてこれまでにもいらっしゃいました、まあ、ただその国債債券の発行ということ自体につきましては安定財源の確保ということと財政の観点、まあそういう点から慎重に検討する必要があるということに当然財務省が言ってくると思います。まあ今後しっかり検討しながらということになろうかと思います。まずまあ当面今の時点では令和7年度予算要求に向けて検討をしているということでございます。ありました、ありがとうございます。それでは各社さん質問お願いします。質問の際は社名氏名なのでお願いいたします。はい、読売新聞の福本と申します。はい、中教審の質の高い教師の確保特別部会を審議した教員の処遇改善策についてですけども、 OECD のシュライヒャー教育スキル局長が読売新聞の取材に指示をしたいと、教職調整額の引き上げの方向性は正しい、残業代支給をすると、まあ、長時間労働を認めてしまうことになる恐れがある、ピザの成績上位国でも残業代を払う今少ないというようなことを話しているんですね。で、まあ、この残業代か教職調整額の引き上げかというのは医療現場でも議論があるところだと思うんですけど、まあ、このシュライヒャー局長のコメントについて大臣の所感をお伺いします。はい、その記事は私も拝見いたしました。この、まあ、OECD のシュライヒャー教育スキル局長は、まあ、その OECD 加盟国の教育の状況を、まあ、よく加盟各国の状況をよく、まあ、ご案内の方でございます。そして、まあ、その局長が、まあ、我々中教審の審議のまとめの内容をまあ、支持してくれたというのは大変、心強く嬉しく感じております。そして、まあ、審議のまとめの中においても教師の処遇改善と合わせて働き方改革のさらなる加速化、学校の指導運営体制の充実、まあ、これらを一体的総合的に進めることが必要であると、まあ、示しているところであり、このまあ一体的にこれらを進めていくということで、この OECD の白井平局長が言っている部分と、まあ、合致をしていくことになるのではないかなと、まあ、そんなふうに考えています。まあ、中教審自体の最終的な答申はこれからということになりますので、その答申のまあ内容も踏まえた上で、このまあ OECD のまあ局長の方向性っていうんですかね、言ってること、まあ、そういったことと、まあ、我々今のところ同じ方向を向いてるんじゃないかと思いますけれども、その、まあ、学校の教師っていうんでしょうか、先生の働き方改革、こういったものに取り組んでいきたいと考えます。以上です。まあ、ちょっとさらっと言って申し訳ないんですけど、はい、その残業代を求める声ってやっぱり現場にもまだあったりするはい、これまでも何回か答えているところでございますが、その中教審のメンバーにはその教育現場をよくご存知の方が入った上での、まあ、答申というかね、まあ、まとめでございます。まあ、いろんな声があるのは、まあ、事実でありますけれども、まあ、中教審で、その残業ということではなくこういう形での処遇の改善というふうに答申をいただいているところでありますし、まあ、シュライヒャー局長もそれを支持しているということでもあります。そしてまた私がこの今回の出張でフランスの教育担当大臣やポーランドの教育担当大臣ともまあ話をしましたけれども、その両大臣とも同じような見解でございました。以上です。はい、教育新聞の藤井と申します。はい、ちょっと
今後の平和教育についてちょっとお伺いさせていただきます。はい、今年戦後79年を迎えます。戦争を経験した人たちがですね、直接その体験を聞くというような機会が年々少なくなってきているというような状況があると思いますけれども、改めて次の世代にですね、戦争の悲惨さあるいは、平和の尊さといったものをですね、どうやって継承していくのかということが課題になっているかと思います。で、今後学校などでですね、どのような形でも平和教育に取り組んでいく必要があるのかというところで大臣の考えをお聞かせください。はい、これ戦争もそうですし地震や災害もそうなんですけど、やはり喉元を過ぎれば暑さを忘れるというんでしょうか、どうしても忘れがちでございますので、次の世代さらにその次の世代とそういう経験その他をやっぱり伝えていくことが大事だというふうに考えます。そして特に戦争はですね、人が起こすものですよね。天変地異というそういうものとは違いますが、そういう点で我々人間が人類が戦争を起こさないようにするということを我々が理解をする、そして平和で民主的な、あるいは国際的に協調をするような平和の実現に努めるということが大事ですので、それをどう子どもたちに伝えていくのかと、こういう観点かと思います。それで厚生労働省と協力をしながら平和の語り部事業というものを我々推進しております。ただこれはその語り部になる方自体が先ほど来年で80年という話もありましたけど、当然高齢化しております。ということでどのように持続可能な形でっていうんでしょうか、つないでいくのかということでございます。例えば広島では広島市では戦争体験者の生の声を盛り込んだデジタル教材を作成しておられるわけですし、また NHK さんも NHK4 を作るというところでさまざまな動画を公開しておられます。こういった取り組み例を我々参考にしながら語り部事業との連携は密にしていきたいと思いますし、学校教育においてこのようなデジタル教材の活用普及の推進、あるいは平和な世界をどう実現するか、日本が行っている国際協力について考える活動の充実、そういったことを含めて平和教育の一層の充実に努めたいと考えております。以上です。はい、奥の方。はい、申し上げます。日大に関して伺います。はい、もうちょっと日大に関して伺います。はい、日大ラグビー部の元部員が2022年に寮内で上級生から大麻の吸引を複数回強要され、それが原因で退学をしたと訴えています。この件について大臣のご所感をお願いします。また日大ではアメフト部の一連の事件もありましたが、学生が安心して学業やスポーツに励むためどのような改革を文科省として行われますでしょうか。お願いします。はい、報道があったことは承知しておりますし、また今ご指摘の事案については今年の1月に公表された日本大学の外部調査委員会の報告書等においてすでに指摘されていると承知しています。それで報告書の中ではラグビー部員による大麻使用の噂についても指摘され、同時に公表されたこの報告書における提言策への対応状況では部員全員に対する検査を行い陰性であることを確認するとともに不定期に検査を継続していくとされており、実際にも複数回検査を行っているというふうに聞いているところです。それで我々文科省としては引き続き日本大学さんに対して大学全体で社会の信頼に応えることができるよう改善計画に沿ってしっかり対応を徹底していただきたいということをこれまでも申し上げているところでございますし、これからもそのように日本大学さんとはやり取りをしていきたいと考えています。はい、テレビ朝日の永田と申します。大臣の冒頭発言にもありましたが、昨日開幕した夏の甲子園についてお伺いいたします。
本大会から午前と午後の2部制に、まあ、試験中の導入が行われたり、その他にも7イニング制の検討であったり、まあ、ドーム球場を利用した方がいいんじゃないかという声が上がったりする中ですが、沖野大臣も参加された開会式の中で、智弁和歌山高校の辻キャプテンの選手宣誓で、甲子園球場が100年先の聖地であり続けること、まあ、私たちの憧れであり続けることを夢として語っていました。私個人としてもこの言葉っていうのは高校生というか高校球児の、まあ、率直な思いであるかなと感じています。で大臣はこれを現場での前で聞いてどう感じられたかということと、まあ、大臣としても身近であると思いますが、甲子園球場自体が身近であると思いますが、まあ、夏の甲子園のあり方についてどう考えておられるかお伺いできますでしょうか。はい、前にお話したかどうか覚えてませんが、私甲子園口っていうところに家がありましたんで、まあ、当時はまだ西宮球場もありましたんでね、うちからですと西宮球場の歓声は聞こえる距離だったんです。甲子園はね、歓声は聞こえないんですけど、まあ、ナイターなんかだったら空が明るくなってるのが見える距離で、まあ、中学ぐらいの頃からですかね、自転車でよく高校野球外野はただだったもんですから、まあ、よく行ってました。まあ、そういう点で甲子園自体まあ選抜も含めて、夏の高校野球こういったものに、まあ、親近感はずっと持っておりました。まあ、その中で、まあ、智弁和歌山の選手宣誓のご発言、いや、よく高校生でこれだけ、立派な発言するなと思って、正直感心して聞いていました。今回が106回大会ということですが、甲子園球場ができたのが今から100年前ということで、甲子園に移って、まあ、丸100年ということであります。まあ、高校生からするとやっぱり甲子園でやりたいということで聖地なんだろうなということを改めて昨日強く感じたところであります。ドーム化ということについてもそういうようなご意見ご要望もあるということは承知しておりますけれども、これも実は昨日開会式の前に関係者が、まあ揃ってたもんですから、そこでそんな話題も出ましたけれど、まあちょっとなかなか今のところ球場側の方ですね、そちらの責任者の方からは今我々としてはドーム化というのは考えられる状況ではございませんと、まあ、そういう言い方です。まあ、ただ他方その私がその中学高校生の頃と今では正直暑さがだいぶ変わってきていると私も肌で感じます。昔も暑かったんですけど、30度を超すと今日暑いねって言ってたのが、今は35度を超さないと今日暑いねって言わないぐらいに温暖化が進んでると思います。そして何より夜が涼しくなくなった、夜から明け方にかけて冷えなくなった、まあそれだけ地球温暖化蓄熱化が進んでるってことだと思います。まあそんな中でのスポーツ、これは高校野球だけに限らないと思いますけれども、どういうふうにしていくのかはやはり工夫をしていかないといけない。やっぱり我々も対応策適応策というふうに地球温暖化では環境の世界では言いますけど、適応策の方を我々も考えないといけないと思います。まあ、そのためにも2部制、一部2部制ですとか、まあ、その他いろいろクーリングタイムだとか、まあ、いろいろ工夫をしつつあるわけで、まあ、そういったことを含めてどのようにこの今後とも、まあ、100年かどうか分かりませんですけれども、この高校野球をうまく続けていくことができるのか、これは高野連の方でもお考えでございますし、まあ、我々も含めて関係者が知恵をやっぱりより一層の知恵を出していくよう努力していくということではないかと思います。まあ、とりあえず今回から2部制を導入しました。そして昨日第3試合最後の試合は9時半過ぎてたと思いますけど、まあ、そんな時間にもなってるわけですから、そういうような時間に終わるということも含めて、どういうやり方がいいのかを検討していくということになるのではないかと思います。以上です。大臣、次の予定のためあと1問でお願いします。すいません、先に手を挙げてられます。はい、女性の方に。毎日新聞の井川と申します。女子医大についてお伺いいたします。昨日、女子医大の宮本理事長の方が解任が決まりまして、
で文科省の方からは先日、訪問があって、改善の計画を検討するように求めているということだと思うんですけれども、大臣の受け止めと、改善について期待することがあればお伺いできますでしょうか。はい、まず31日の水曜日にこの東京女子医科大学から第三者委員会の報告書が提出されました。これは先日申し上げたと思います。これを受けて一昨日6日の火曜日、法人にその文科省に来ていただきまして、第三者委員会の指摘を受け止めた上で責任の所在を明確化するとともに、速やかに管理運営体制の再構築などの改善計画を策定するよう指導しております。今後この報告書を踏まえた法人の対応状況を確認しながらしっかりとした対応をしていきたいということでございますので、その我々としましては、そのまずは東京女子医科大学側の今後の対応を見守っていきたいと考えております。以上です。ありがとうございます。では会見終了します。ありがとうございました。どうもありがとうございました。